こんにちは。あ、ソフィーさん、こんにちはです。あれ、コルちゃん、私の気のせいかもしれないけど、背ちっちゃくなったかもしれないです。昨日珍しくたくさんの注文が入って、張り切って物を増やしたので。ああ、前言ってた代償ってやつだね。でも大丈夫なの？あんまりやりすぎると身長が元に戻らなくなるんじゃ。あれだけ増やしたら元には戻りきらないかもです。大変じゃない。ダメだよ、あんまり無茶しちゃ。あ、でも大丈夫です。こういう時のために普段から対策をしてるです。え、そうなの？どんなことしてるの？はい、まずミルクを欠かさず飲んでます。うん、他には？他にもご飯をたくさん食べてますし、高いところにぶら下がったりもしてるです。なるほど、コルちゃん頑張ってるんだね。はい、日々背を伸ばすための努力をしてれば、少しくらい物を増やしてもへっちゃらです。それは頼もしいね。まあ、よっぽど無理しなければ背はすぐに元に戻るので、ソフィーさんも遠慮せずいろいろ買っていってくれると嬉しいです。うん、わかった。じゃあいろいろ買わせてもらうね。本当にそれ、ありがとう。ま、新しい、どんな武器を作りたいんだ？どの材料を使うのか教えてくれ。つけたい特性を選んでくれ。これでいいんだな。これでいいんだな。よし、完成だ。我ながらいい出来だな。できたぞ、ソフィー。あー、ありがとうございます。ソフィーは錬金術師だから杖で戦うんだな。え？錬金術
士はみんな杖を使うんですか？なんとなくそういう印象だったんだけど、違うのか？どうなんでしょう。私はおばあちゃんが使っていたのをそのまま使い始めたので、よくわかんないです。なるほどな。杖だとどんな風に戦うんだ？基本は叩いたり操ったりとかですね。操る？何を？いろいろです。そうか。一応ちゃんと作れてるとは思うが、もし不具合があったら遠慮なく言ってくれ。はい、ありがとうございます。どんな武器を作りたいんだ？どの材料を使うのか教えてくれ。つけたい特性を選んでくれ。これでいい。よし、完成だ。できたぞ。あ、モニカの剣だ。ちょっとモニカを呼んできますね。いい剣ですね。ロジーさん、ありがとうございます。気に入ってくれたならよかったよ。ところで、モニカは再剣を使って戦うんだな。はい、再剣だと速さが出ますから。モニカの剣はなんというか華麗だよね。そうかしら。昔から訓練をしているから少しは自信あるけど。うん、戦闘でいつも頼りになるもん。とにかく剣をありがとうございました。あれ、モニカどうしたんだろう。二人は本当に仲がいいな。大切にするんだぞ。どんな武器を作り、どの材料を使うのか教えてくれ。つけたい特性を。これでよし、完成だ。割れない。できたぞ、ソフィー。ありがとうございます。オスカーを呼んできますね。うん、いい感じだよ。ありがとう、ロジーさん。よかった。武器以外のものを作るのは久しぶりだったからな。ちょっと不安だったんだ。え、ロジーさん何を言ってるんだい？これがオイラの武器さ。え、でもそれシャベルだろ。オスカーはいつもシャベルで戦ってるんです。だってこいつはいろんな攻撃に使えるし便利なんだぜ。いや、普通の武器の方が軽いし威力も高いだろう。そうするとこいつとは別に武器を持っていかなきゃならないから荷物が多くなっちゃうよ。シャベルを持っていくのは確定事項なんだな。採取に使うのもそうだけど、戦いで荒れた土を整えないと住んでる植物に申し訳ないからね。いつの間に。そりゃそうだよ。ソフィーが爆弾を使った後なんて特にひどいからね。そのまま放ってなんていけないよ。ごめん。そんなわけだから大きいシャベルは必要なんだよ。これならオイラ満足さ。それじゃな。まあ本人がそれでいいならいいか。どんな武器を作りたい？どの材料を使うのか教えてくれ。つけたい特性を選んでくれ。これでよし、完成だ。できたぞ、ソフィー。ロジーさん、大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。しかしジュリオさんの剣は本当に重いな。威力を上げるには重さが重要だからね。あ、ジュリオさん。やあ、ソフィー。僕の剣を頼んでくれてたんだね。
いえ、いつも採取を手伝ってもらってますから。しかし、いくら威力が欲しいと言っても、ここまで大きな剣にする必要があるんですか？どうしても移動や切り返しが遅くなるのでは。いや、大きいとその分一人で大勢を相手にするのに向いてるんだ。それに速度よりも強度を重視したいから。強度？なるほど、騎士の剣が折れるのはまずいのか。そういうこと。これでもっと腕が磨けそうだ。あんまり根を詰めすぎないでくださいね。ありがとうございます。